カラッカゼアローは1960年3月23日公開の日本映画。監督は増村康三、脚本は菊島隆造。制作は大英。作家の三島幸夫が映画俳優として初主演した作品である。傾きかけた落ち目な組の二代目ヤクザが敵対する、組の殺し屋に命を狙われる中、惚れた女の一途な順情に、 打たれ方たになろうとした矢先に殺されてしまうという異色のヤクザ映画である。公開当時は映画倫理管理委員会より成人映画の指定を受けた。当時、すでに巧妙な作家となっていた三島がヤクザの後取りながらどこか弱さや優しさを持ったしがない男を演じ、相手役の若尾ふみ子は激しく愛に生きるヒロインを公演して不慣れな三刀をカバーした。 大英の専属俳優として、正式契約死疑言で華々しく映画デビューした、三島だったが、その大根役者ぶりを告評され、工業的にはヒット作となったものの俳優演技の難しさを痛感する経験となった。しかし三島にとってこの苦い経験は、その後の写真集、バラ系の正式写体につながり、有国の自主制作映画化の成功や、 順守役で出演した時代劇映画、人切りでの公演にもつながっていくことになった。公開時のジャックは、分断の長寿三島の情熱か、映画界の増村の再起が、若尾文子と組んで放つ最大の話題作、キャツを殺せ。出国を待つ、殺し屋の群れに挑戦する白いヤクザ、殺されるのは俺か、恋人か、恐るべき非常を爆発させる殺し屋の世界。 である。平映は、田中茂雄監督の、東京の女性。なお、映画公開から44年後の2004年の、明治古典会七夕大入札会において、からっ風野郎の未発表写真20枚とそのネガが、出品された。三島主演の企画大映プロデューサーの藤井弘明は、三島幸夫の長編小説、京子の家の冒頭部の章が雑誌。 声に発表されて以来その映画化を企画し、完結した書き下ろしの、京子の家が1959年9月に、刊行されると同時に、市川昆に監督を依頼した。市川昆は、以前に、炎上で3等の、金閣寺の映画化に成功していた実績があり、市川はすぐに快く承諾した。大英の長田正一社長も、三島の長編を、 一川コンでやる企画を報告すると、乗った。と会議にもかけずに即決した。ところがそんな折、三島と付き合いの長い講談者の編集者、榎本昌司が藤井に、三島の映画をやらないか、と、三島の主演映画を作る話を持ちかけてきた。榎本と藤井は親しい間柄であった。三島は、その同年、自作エッセイの本アム映画、 不道徳教育講座でナビゲーター役としてほんの少し特別出演していたが、それ以前から自分が映画に出ることに興味を持っていた。榎本昌司は三島の直接の編集担当者ではなかったが、女性誌の若い女性への書籍出版部に在籍していた経歴があり、その障害能力の高さで、 観光総裁係の異名を持つ名物編集者として知られる合法来楽なイメージの人物であった。江本は最初、この企画を日活に持ち込み、三島と石原裕二郎の共演にしようとするが、実現されなかった。そこで、江本は大英に持ち込み、三島が大好きな永田社長の大歓迎を受けた。三島原作映画家と、 三島主演映画という企画がバッティングしてしまったため、とりあえず、京子の家の映画化の方は後回しにし、部長気味の大映を盛り返すために、三島主演映画を制作することが決定となった。1959年秋に、長田社長は、正式に三島に映画主演を依頼し、合意に至った。この頃の三島は、渾身で発表した書き下ろし長編。 京子の家に対する分断の不評に失望し行き、承知し始めていた時期で気分を変えたいという心持ちを秘めていた。長田社長が相手役の女優は誰でも好きなのを自由に選べと、京町子、山本富士子、若尾ふみ子などの名前を挙げると、三島はすぐに若尾ふみ子を選んだ。三島は若尾のファンで、そのぽちゃぽちゃとした顔が好みであった。最初、長田社長は、 三島幸男という役でどうだと提案した。しかし三島は小説家という固定観念を外したらどう見えるか聞き、長田社長は二枚目の敵役で崩れた役がよろしい。役座っぽい役の方がいいと言った。三島は限りなく無教養な男の役を希望し、インテリの役というのは絶対勘弁してくれと依頼した。藤井は三島の了解を得て監督を マスムラやスゾにすることにした。当時日本映画界の期待の星であったマスムラは、三島主演作の監督をすぐに引き受けた。三島とマスムラは、東京帝国大学法学部時代の同級生の、間柄で顔見知りであった。三島はマスムラに、自信のあるのは胸毛だから、よろしくお願いしますと挨拶し、脚本を担当することになった。 白坂義雄には濃厚なラブシーンを注文した。俳優宣言、ラッパの長田という意味を持つ長田正一社長は、早速芸能記者らを帝国ホテル新館に集め、サプライズ記者会見を1959年11月14日に開いた。記者会見の時間は、ちょうど小竹が銀霊の王者の撮影で招いたトニーザイラーが、来日する数時間前にぶつけた。社長が、 ラッパだけに芸能記者らはあまり期待していなかったが山本富士子の結婚発表かもしれないと集結していたところが作家の三島幸夫がダイエー俳優の専属契約を結んだと発表され三島本人が新人の三党でございますと登場したのでドット会場が笑いに包まれた長田社長は西に黒党東に三島 東西期を一にしてだな、と語り出した。三島主演の俳優デビュー作は、三島のオリジナル作を、白坂義夫が脚色し、増村康造監督で、来春公開予定、撮影は2月からと告知された。この時はまだ相手役は発表されなかった。記者会見場で三党は、分子とかインテリゲンチャーということは捨てて、崩れたような役がやりたい。そして、 内容のあるアクションなどですねと抱負を語り、洋子夫人の反対は、亭主の権力で抑えつけましたとジョークを交えながら、会場を沸かせた。洋子夫人は、夫の映画出演に猛反対したが、長田社長が彼女のジップの杉山康氏を動かして、説得した。三島の映画主演のニュースは、俳優宣言をした三島由紀を、不敵に笑う、タフが異分子などの見出しで、大々的に、 各スポーツ新聞や週刊誌、一般紙で報じられた。わざわざ三島宛てにお前が映画俳優になれる顔かどうか鏡を覗いてみるがいいといった抽象の手紙を出すやからもいた。犬が人間に噛みつくのではニュースにならない。人間が犬に噛みつけばニュースになる。僕ら小説家はいつも犬が人間に噛みつくことに噛みついているわけだがたまたま今度の場合、 僕が俳優になるのは人間が犬に噛みつくようなものだから、それでニュースバリューがあったのかもしれない。三島由紀を僕はオブジェになりたい、ヒロインの名は言えない新聞や週刊誌などでは、三島の主演映画は何になるかに関心が集まり、当初はカルメンの本案映画にするという企画もあった。三島は自衛隊崩れのドンホセ的な主人公でエスカミリオには、 プロ野球選手役の川口博を廃止、三島は、勝負のカルメンに裏切られて死ぬという筋書きで、脚本担当者の白坂義雄の談話付きの記事もあった。しかし、オットー・プレミンジャー監督の映画、カルメンが日本で公開される話があり、この企画は、没となった。三島の、俳優宣言のニュースは、分断でも注目された。三島は、記者会見の数日後に、 フランキー・サカと対談していたが、大岡翔平はそれを読んで、フランキー坂井・サカが映画俳優、三島幸夫に猛烈なライバル意識を燃やしている。これで、お前が三枚目だってことが確認できた、性格俳優的なことをやれば、三島君はうまくやるだろうと談話を寄せた。戸帰りはじめは、あんな長い顔で、クローズアップしたらどうなるだろう。ドンホセじゃなくて、 ドンキホーテじゃないのかと皮肉的にコメントし、小ミヤススケは、分断のためには繁栄で誠に、結構と激励した。大谷総一は、追い詰められた、大英の救いの神になるかどうか、とにかく作家としても第一人者である三島氏にとっては、積極的な経験となるだろうと応援しながらも、彼は、スターとしてあるいは失敗するかもしれないとも、懸念していた。競馬の騎手役、 肉体の旗、最初、藤井博明プロデューサーが脚本を白坂義雄に寄与したのは、三島幸夫原作の映画、長すぎた春でも、脚本を担当していた経験があったからだった。多忙な藤井は、白坂と三島の二人で打ち合わせをしてもらった。案に難航しながらも、インテリをやりたくないんだったら、じゃあ、競馬の騎手をやろうと話が進み、白坂は、すごい名馬に乗る競馬の騎手が、 やおちょやる話という、肉体の旗というタイトルの脚本を作り、三島も乗り気で喜んでいた。三島は乗馬をやっていたことがあり、体型も割と小柄であったため適役と思われた。三島の主演映画ということもあってか、本読みには永田正一社長をはじめ重役も参加するという、異例の環境で行われた。白坂の脚本は、腕の良い競馬騎手が弾みで落馬し、 大穴のレースになったために、競馬ファンから八百長として、吊るし上がられ、愛人の女バッシュからも捨てられてしまい、サンドイッチマンとして落ちぶれていくという展開で、目を悪くしたその八百長騎手がカムバックした後、ビッグレースで一旗あげることをかけ英雄的勝利を、目指すがゴールと同時に死んでしまうという結末で、よくできていたストーリーだった。ところがその本読みの時、突然、 永田社長が、お前何考えているんだ俺を誰だと思ってるんだ俺は、中央競馬会の場主会会長だと怒鳴り始め、中央競馬が八百町だって、そんなの絶対できない。と一括されてしまった。藤井らは社長に平謝りし、その脚本は、没となった。新たな脚本、空っ風野郎映画出演のために、三島幸男が2ヶ月もスケジュールを空けていたため、 藤井博明は早く新しい脚本を手配しなければ、ならず試案していたが、ふと、菊島隆蔵が石原雄二郎を想定して書いていた脚本があった、ことを思い出した。その脚本の結末は、石原雄二郎のイメージを崩すとの理由と、日活のスター博士ちゃんを殺すことはできないということで、お蔵入りになっていた。藤井はすぐさま菊島に電話を入れ、 その脚本をどこにも売っていないことを確認すると、三島と共に、菊島の元に飛んでいった。その、菊島の脚本は、ものすごく強いヤクザの二代目が、最後に殺し屋に殺されてしまうというストーリーで、三島はそれを読んだ途端に惚れ込み、やる。これで行きましょうと大喜びしてその場で即決となった。それが、原型の、空っ風野郎の脚本であった。 1>, 1月26日付の日刊スポーツに、三島主演映画の脚本が、白坂義雄の、肉体の旗から、菊島隆造の、空ラッカゼ野郎に変更になったことと、共演者が、若尾文子のほか、船越英二、野添みになったことが報じられた。脚本手直し、空ラッカゼ野郎の撮影のため、三島幸夫は1960年2月1日に、大英玉川撮影所に入り、 増村康ラ造監督やスタッフとの打ち合わせや記者会見が行われた。2月4日にはスチール撮影が行われ、1週間の準備期間の後の2月8日に映画本編の撮影がクランクインした。昼夜逆転の分泌生活と異なり、調布市の撮影所に向かうため朝7時に起床し、夜10時に就寝というのが3等の基本生活となった。 撮影期間中は禁酒もした。劇作家でもある三島は文学座や俳優座で何度も俳優たちの稽古に立ち会い、自身もちょっとした早くで舞台に立ち、分子劇にも何度も出たりしていたため、素人ながらも多少は演技の経験や自信もあった。しかし撮影に入ると、勝手が違う、映画撮影でうまくいかない、三島の演技は何度もテストが繰り返され、OK がなかなか出されず、 初日から、三島さん、あんた、まるで猿のようだね。と、増村監督の劇が飛んだ。私は何か病気なのではないかカチンコが、目つても一向ドキドキしないのである。これは何か心臓に血管があるのではないか持つとも今のところは、演技なんてものではなく、監督さんが頭をかけというところで頭をかき、ウィンクをしろというところでウィンクをする人形に過ぎない。 人形と、いつでもあんまり可愛い人形ではないが、今自分が誘拐しようという子供にウィンクするところでは、内心コンツタ。私は昔からウィンクができないのである。ウィンクしようと思うと、両目をつぶつてしまうのだ。これも何かの病気だらう。三島幸夫出演の弁、菊島隆造のオリジナル脚本では、主人公は石原雄二郎のようなタフな人物像であったが、 増村監督はその役柄を不器用な三等の演技に合わせ、二代目だけど、気が弱くて腕力がなくて、組の存続も危ぶまれる、気がいい男という性格に変えることにし、脚本を手直しすることになった。シナリオでは、ヤクザの二代目朝日奈は豪険で理髪な男になっていたのだが、間延びした僕の仕草やセリフではどうしてもその味が出せないのだ。 そこで困り抜いた監督は、早速僕を、間が抜けて、ケンクはもきも弱いヤクザに作り変えてしまった。作り変えて初めて何とか見られるようになった。これなど、監督の前では、完全にオブジェに過ぎない僕だったわけだ。三島由紀夫、映画俳優オブジェ論芸術家肌で、職人気質の増村監督は、一つの作品としての、カラッカゼ野郎を、自分の納得できるものにしたかった。 三島のキャラクターに合わせた脚本に作り変えたことは、結果的に映画として、それなりに良いものが出来上がることになっていく。それは、増村監督だからこそ出来た技であり、限りなく、無教養な男という三島の希望に沿いつつ、作品と三島の素材を生かした選択であった。撮影が進むにつれ三島は、とにかく映画俳優というものは大変な商売で、単なる素材では、 やり通せるものではないことが分かっていき、演劇と映画の演出の違いを実感として理解していった。撮影に入る前の3頭は、映画俳優は極度にオブジェであるとして、俳優の演技は一番行動から遠いものであり、意志を持たない完全な客体だと思っていたが、実際に映画俳優というものを体験してみると、そんな単純なものでもなかった。しかしながら、 主役の三頭の素材に合わせて脚本が作り替えられたことなど自分自身に限って言えば、増村監督の前では完全にオブジェに過ぎない僕を味わった三島だった。映画スターは単なるオブジェに過ぎないなどと公言してセット入りした僕だが、この考えは毎月していたようでもあるし、毎月ていなか、したようでもある。毎月ていたということから言えば、 とにかく映画俳優というものは大変な商売で、単なる素材では、やり通せるものではないということだ。共演した、船越英二さんや若尾文子さんの演技を見てくれれば、それはわかるというものだ。そして僕の場合に限りつて言えば、マイツテイナ勝ったということの方が本当だし重要だ。ともかく今度の映画出演で、僕は僕の持っている性格とか気質の側面を、 はしたなくもさらけ出したことになった。これは、普段死小説を軽視している僕が、とんでもないところで死小説的なものを露呈した格好になったわけで、まずは苦笑と言ってたところだ。三島由紀夫映画俳優オブジェロン撮影は、調布市の玉川大英撮影所のセットのほか、中野の方選寺、渋谷桜ヶ丘の力パレスの横の三婦人会員、玉川慶応遊園地などで、 ロケが行われた。撮影所やロケ現場には3等を激励するために、川端康成や岸田京子、背広姿の市川雷蔵なども見学に来た。川端康成は予告編の撮影にも参加した。増村監督のしごき、増村康造はもともと俳優に厳しく毒舌化の監督であったが、三島に対するしごきはさらに激しく、 容赦なく、ズバズバと下手な演技をけなした。そのしごき方は全く手加減などなく、三島が有名作家だからといってお客様扱いや、旦那芸として見逃すという甘い考えはマ村には、なかった。監督を引き受けたからには、同級生の三党が、世間から笑われないような芝居にしなければダメだと、増村監督は見かねた、藤井弘明にも言っていた。しかしながら、 その演技指導のやり方は、スタッフの予想を遥かに上回り、いじめやいびりにも見えた。新人として、丁寧に挨拶をし、撮影現場でも腰を低くしている3等に対し、演技が下手だからといって、生活能力や身体能力を否定するかのような、パワハラのひどい暴言を、増村監督は浴びせていた。俺は、あいつと同級生だからあれくらいやったんだって言うけど、 そうじゃなくても、増村はかなりうるさいですからね。三島さん、何ですかその芝居はって感じで。三島さん、あなたのその目は何ですか魚の腐ったような目をしないでください。って、ひどいことを言う。スターに言っちゃいけないようなことをバンバン言う。みんな、ハラハラするんですよ。藤井広明、映画制作の現場からしかし三島は。 増村監督の口汚い罵倒に耐えながら黙って、従い、弱音を吐くことなく一人の俳優に徹していた。監督として、俳優の自分に真剣勝負を挑んでいることを感じていた三島は、どんな屈辱的な言葉でボロクソにけなされても、途中で投げ出すことはなかった。藤井博明は、三島さんは偉かった。あれ、普通だったら、喧嘩しますよと振り返っている。 共演者の水谷義恵は、三島と古くからの友人でもあったため、先生、なぜ言われっぱなしにしてるのよ。先生がやんなきゃ、私が代わりに喧嘩しようか、と耳打ちするが、三島は、いいんだよ、これで。増村は、僕と同級生だったから、威張りたいんだよと制して、義恵との濡れ場を取り終えた。相手役の若尾文子は、増村監督から暴言を言われている時の三頭が、 気の毒で、その顔も見られなかった。自分の出番がない時には、セットの隅で、三島さんのシーンが無事に来ますようにと、若をは祈っていた。増村さんってそういう人ですけど、私の見た範囲では、あんなのは、ちょっとないですね。私は本当に、もう嫌でしたね。影で祈っていたわ。普通の人だったら、波の俳優だったら、もうやめてますね。だけど、私は、 あの時の三島さん、ああ、偉いなぁと思ったわ。若尾ふみ子、あの人はもういない、撮影風景を取材した週刊誌の取材記者も、ワンカット25回も三島に NG を出す、増村監督のバリ増減を具体的に書き連ね、分断の長寿として、一段と高い流行作家の地位にあった三島氏には、ついぞ見られなかった光景であると報じたりした。その記者が三等に、 あんなひどい言い方をされて何でもないんですかと尋ねると当たり前ですよ。だって僕は俳優としては全く素人と三島は答えて監督の言いなりになることを当然と受け止めていた。ベストセラーの長すぎた春を担当した講段社の三島担当編集者川島マサルも長すぎた春の映画がヒットしたことから演技担ぎのためかエキストラの早くに借り出されていて 三島と赤尾が産婦人科のシーンを演じているのを直接見学していた。増村監督からタイミングが合わないと何十回もダメ出しされメンバーされる三島を見かねたスタッフらがいい加減にしてくれと増村を制する一幕を川島は目撃した。だんだんスタッフたちは三島に同情を寄せるようになっていた。三島と同じ文学座にいた俳優の中村信部は その頃の三頭が演技を向上させようと一生懸命だったことを三島さんは何とかしなくちゃいけないってんでね。明日撮影という場面をうちへ来て稽古してくれって言うんですよ。果物なんか持ってきてねと回想している。村松英子も演技っていうことが得意でないってことを自分でご存知でね。でも、あえてそれに挑んでいらっしゃったと振り返っている。ラストシーンでの自己大詰めを迎えた。 ラストシーンの撮影では、きキわ橋の西銀座デパートの産愛用品店前でロケが行われた。3月1日の深夜ロケでは、エスカレーターの上で殺し屋に撃たれる朝日奈役の三頭が、仰向けに倒れたまま逆さまの状態で死体となって、エスカレーターで運ばれていくというクライマックスのシーンの撮影だった。三島はいつものように20回以上もテストを繰り返しやらされていた。 増村監督と三島の両者とも、聞き迫るほどの熱心ぶりで、三島は疲労困憊の状態でもあった。しかし、当時としては斬新なこのシーンの脚本を3等は、とても気に入っていた。殺し屋役の神山茂は、三島さんね、もっとパーンと派手に倒れなきゃダメだよ、とアドバイスした。三島はそれを素直に聞き入れ、本当に思いっきり倒れて、足を踏み外してしまい、 もろに、右後頭部をエスカレーターの段の角に強打しを怪我をした。脳震盪を起こした三島はすぐさま、虎ノ門病院に救急搬送されていった。びっくりした若尾文子は何かあったらどうしようと震えてしまった。ごつんも何も、とにかく仰向けに、本当に倒れちゃったんですから。三島さんは、それまでセットでどんなことがあろうと、さすがやっぱり対策か。 笑ってらしたのね。決して嫌な顔をしたり、増村さんと口論したり、なんてことはなかった。だけど、その倒れた瞬間、やっぱりご自分でしまったと思ったんでしょうね。顔色が変わったんですよ。それで初めてご自分の今までの積もり積もったものが、パーッと出て。若尾文子、我が誹謗なる監督たち事故の知らせを聞いて病院に、駆けつけた、三島の父、死は、君たち。 息子の頭をどうしてくれるんだと激怒して怒鳴っていた。藤井博明が三島さんすみませんでしたと謝ると三島脳に支障が出るか不安だったのか、むすっと黙ったままだったという。以前、三島にボクシング練習をやめた理由を聞いた時、頭殴られたらね、頭がおかしくなっちゃうから、本業ができなくなるからと答えていたことを藤井は思い出した。翌日三月二日には、 増村監督も三島を見舞った。三島はレントゲンで精密検査を受け、10日間ほど入院することになった。検査結果が出るまで不安だったが、不幸中の幸いで特に問題はなかった。事故を見ていた藤井は、よくあれで済んだものですと回想している。一般見舞いの面会禁止が解かれた3月8日には、以前からファンだったという女優の宮川和子が見舞いにやってきた。 その様子を取材した放置新聞に頭を打った途端に映画的仕様みたいなものが撮れちゃったんだな。もう映画はゴリゴリと三島は談話を寄せた。友人のロイ・ジェームスが見舞いに来ると三島はゾウムラを殴ってきてくれよ、ロイ。とダダッコのようにわめえたという。そんな陽気な冗談半分の軽口も飛ばせるほど三島は元気に回復していた。 怪我が落ち着き3月10日に退院すると、三島は早速11日に撮影所に戻って、溢れ講し12日から残りのシーンの撮影に再び入った。3月14日の午後9時半から行われた夜間ロケのラストシーンの撮り直しの際には、長田正一社長や脚本の菊島隆三も監視役で立ち会い、万全体制であった。 二度と事故を起こしてはならないというピリピリした雰囲気がスタッフの間に漂い、神山茂ももう三島に何も言わなかった。三島が演技をする前には、増村監督や助監督が危なくないか試してみるほど慎重に行われた。この夜間ロケは午前0時過ぎまでかかり、無事にラストシーン撮影が終わった。これでカラッカゼ野郎の撮影がクランクアップとなった。 35日間にわたるすべての演技を終えた三島は、ヤクザボンチみたいな役柄が、自分の個性に合っていたのは幸いだったが、ラッシュを見ると、自分の惨めさが目立ち、もう映画出演はもうゴリゴリで、ブルブルですよ、とコメントした。それが、全然新しい三島幸男がないんだ。やはり、これも俺なんだなと思う。ただフィルムの上の三島幸男は実に可愛いな。 一生懸命やってやがるな。狭い枠の中で無気になってやがるな。ちょうど、息を切らして走っている、マラソン奏者を見る、感じて、かわいそうになったくらいだ。三島幸男俳優はもうごめん三島幸男の演技自己批判幻の予告編、からっかぜ野郎の予告編の撮影には、三島の敬愛する、川端康成までもが借り出されていた。この出来上がったフィルムは、 三島の申し入れによりお蔵入りになったが、以下のようなセリフのやりとりであった。川端康成、お前さんは長田社長の網にかかった魚だよ。三島由紀夫、魚は、魚でも、腐っても鯛になりたいですね。今の私は、まな板の上の鯉に似ています。川端康成、まな板の上でも、若尾さんみたいに綺麗な魚と一緒に料理されるんなら、幸福じゃないか。 カラッカゼ野郎予告編なお、1960年2月19日には、ラジオ東京の放送番組、ラジオスケッチで、カラッカゼ野郎の撮影の模様が放送された。スチール写真、三島幸男の俳優宣言の記者会見の後、その会見の模様を写真入りでまとめた、ダイエグラフ新春特大号と映画パンフレットなどに使用された、スチール写真や、ロビーカード、 撮影現場に来た、川端康成の写真などが多数掲載された、大英グラフ洋春特大号が刊行された。他にも、毎日グラフ2月号には、撮影風景の写真が収められた。三島のブロマイド写真も3種類、東京浅草のマルベル堂で販売された。三島は当時このブロマイド写真を絵はがきとして、知人の西久保光雄に送り、撮影が終わったことの報告とともに、 ぜひご覧の上ご批評賜物もの張りごと記している。他には、ロケ現場で女子高生たちに囲まれてサインをしている自然体の3東を捉えたプライベート写真などもある。新聞広告には、素肌に黒川、ジャンを着て右手に拳銃を持ち、銃弾に撃たれた脇腹を左手で押さえながら前を睨んでいる三島の決めポーズの写真が掲載され、街には、 若尾文子を抱擁する黒川、ジャンの3等の映画ポスターが貼り出された。なお、雑誌、講談クラブ4月号では、三島が主人公の朝比奈武雄になりきって、俺という一人称で映画のストーリーを語っていく、カラッカゼ野郎のジョーフロ論という文章も掲載され、俺はなんだか、このめちゃくちゃな女のバカバカしい純情の中で、流行歌や純愛小説の主人公のような最後を、 げそうな気がするると武雄の末路を綴っている映画上演記念として、蓋が赤で本体が黒のライターも宣伝用に配られたという。映画公開から44年後の2004年には未発表写真20枚分とその値が20枚が、明治古典会七夕大入札会において出品され、コレクターの犬塚清が手に入れた。その箱には、三島幸男と書かれ、 撮影者の田島忠の経歴書や連絡先が添えられてあった。田島の話では、撮影日は1960年2月の改正の日で、雑誌、映画と演劇に載せるため撮影されたものであった。三島がピストルを持っているシーン、ビールを飲む、シーン、椅子に座っているシーン、階段を降りてくるところ、春の日差しを受けて、笑顔の写真である。発売された、雑誌、 映画と演劇には8枚の写真が掲載されているが、その中の3枚が未発表写真のうちのものと同じため、厳密に言えば17枚分が未発表写真となる。田島は当時、時事世界者に頼んで使用されたネガフィルムを返却してもらい、保存していた。黒川ジャン姿の3頭は、田島のカメラの注文に素直に応じて、自らポーズを取ることはなかったという。 主役の三島幸男が歌唱した主題歌カラッカゼ野郎のレコードは1960年3月20日にキングレコードから発売された。文学者の歌唱レコードが前代未聞だったため新聞や週刊誌などで話題となった。三島は毒を食わばさらまでもでね、まあナさんに悪口を言ってもらうネタを一つ多く提供しようという私の親心ですとコメントしている。 しかし主題歌は映画の中では使用されておらず、いくつかのシーンでかすかに流れるのみとなっている。作詞も三島で作曲とギター演奏は深沢七郎が担当した。深沢の方から作曲したいと三島に頼み込んだ経緯があった。曲が完成したのはクランクインの2月8日で16日に文京区音羽のキングレコードで吹き込まれた。 そのレコードを3頭は知人にサイン入りで配っていた。昭和30年代の東京。東京刑務所内の庭で111番の出所祝いのバレーボール大会が行われている。最中、試合に熱中している111番囚人、朝日奈武雄に面会の知らせが来たため、同じチームの112番囚人が代わりに武雄の上着を着て面会に行った。面会の男は、 111番の朝日奈だねと名札を確かめると同時に拳銃を発砲した。殺し屋は朝日奈武雄ではなく全くの別人を殺したのだった。命を狙われた朝日奈一家の二代目の武雄は何とかその日に予定通り出生した。殺し屋を仕向けたのは朝日奈一家と反目する新興ヤク座、相良商事の社長、相良雄作であった。 そもそも武雄が2年7ヶ月間も服役したのも、父の復讐で、相良の足を刺したためだった。大怪我し後遺症を負った相良は、武雄のことを個人的に恨んでいた。出所した武雄はまず、上夫のキャバレー歌手、香取雅子と映画館の2階にある部屋で落ち合った。雅子を抱き終わると武雄は非常にも、手切れ金代わりだと雅子のネックレスを奪い取り、さっさと彼女と手を切った。 命を狙われている武雄に女はお荷物だったからだった。この映画館、コンパルは朝日奈一家が支配人となっていて、2階は武雄の隠れ家だった。映画館、コンパルには武雄が初めて見る、もぎりの女、小泉義江が働いていた。武雄は義江から、親分なのにちっとも怖くないもんと言われた。ある日、義江は町工場に勤める兄、 正一に弁当を届けに行き、ストライキに巻き込まれ、そのまま留置所に拘束された。武雄の叔父、アイラは、相良を殺して来いと弾きを武雄に渡した。そして、相良との対決の機会が訪れた。大親分雲取大三郎からの法事の招待状が、両者に届いたのだ。ところが当日、寺には、相良はいなかった。それを知り、武雄が帰ろうとしたところを、 あとをつけた殺しや前足の生の銃弾が襲った。しかし、生が前足の発作を起こし弾丸が外れたため、武雄は、なんとか、左腕を撃たれただけで済んだ。留置所から出てきた吉江が、武雄がいる隠れが、コンパルの2階にやってきた。もぎり職を解雇されていた吉江は、再び映画館で雇ってくれと頼み込んだ。武雄がダメだと断り退職金を渡そうとすると、 雇ってくれないと居場所をばらすと脅した。怒った武雄は無理やり、吉江を手ごめにし、ことの後、こうなったのもお前が好きだったからさと言い、それを機に二人は付き合うようになった。ある日、二人が遊園地から出た時、武雄は、相良の幼い娘、美雪を、偶然見つけて誘拐した。そして相良一家が、薬品会社から金をゆすろうとして、 手に入れた物をよこせと佐賀らに要求した。しかしその取引の待ち合わせ場所の東京駅や S 口の構内には朝日内科と佐賀らとつながりのある大親分雲取りが仲介で登場し、薬の儲けは切半して両者手打ちにしろと命令した。竹雄と佐賀らはそれで一旦収めた。しかし佐賀らは半分になった儲けのさらに半分を雲取に仲介料として取られる羽目になった。 ヨシエが妊娠した。竹雄は命を狙われている自分に子供ができると面倒なことになるからおろせと命じるが、ヨシエは聞かなかった。産婦人科に連れて行ったが抵抗され、帰り際、二人はマサコと鉢合わせした。自分とヨシエとの仲をマサコが相ラに密告することを察知した竹雄は、ヨシエを安全なところへかくまった。 どうしても産むと言って聞かない吉江に婚負けした竹雄は、彼女と世帯を持つ決意をする。そんな折、相良が吉江の兄を監禁して、朝日奈一家が取引で儲けた金で経営を始めた、トルコブロの権利をよこせと脅してきた。吉江の身にも危険を感じた竹雄は、九州の吉江の田舎へ身を隠すように命じた。竹雄は、射程で親友の相川に、トルコブロの権利をくれと相談するが揉め。 相良一家にピストル一丁で単身乗り込もうとする。相川は無謀な竹をいさめ、トルコ風呂の権利所を相良に渡し、吉江の兄を救った。一件落着し、相川の勧めで彼と一緒に大阪で仇になることに決めた竹は出産のため、里帰りする吉江を東京駅まで送りに来た。 発射まで三十分しかなかったが、武雄は、俺のガキに野暮なものは着せられねえと、生まれてくる赤ん坊の産みを買いに、校内のデパートに走った。しかし、売り場で待ち伏せしていた全息のせいに武雄は捕まり、その場で後ろから撃たれた。武雄は、デパートのエスカレーターの上に転げ倒れた。武雄は、必死にもがいて、上りエスカレーターを降りようとするが絶命し、人垣の中、 エスカレーターは、竹雄の死体を乗せ静かに上昇していった。出展は他、三住八郎、南方信夫、原田、中田務、港周一、谷健一、大川治、黒川政治出展は、カラゼ野郎は、娯楽映画としてヒットし、工業的には成功したが、三島幸男の素人演技が浮き立っていたために、その演技力に対する酷評が集中し、 増村康ラ監督の演出の腕の高さや他の共演者たちの公演が三島の下手さをカバーしていたと評価された。初主演発表の記者会見から撮影風景、事故の入院騒ぎなどお祭り騒ぎのように三考に好意的だった芸能マスコミだったが映画が公開されると期待とは裏腹な主人公役の演技には厳しかった。日刊スポーツは やっぱり素人と評し、内外タイムスでは、俳優三島は、セリフは固いし目も死んでいる。東京中日新聞では、作家三島の役ザぶりを楽しむ方が良いとされ、デイリースポーツでは、セリフが遅く、役ザらしい気迫の裏付けがない。神戸新聞では、まあ三等だからという点で、愛嬌で見ておれる程度と評され、総じて冷めた反応であった。 三島本人も球団会館で行われた試写会において映画は不思議な芸術で私の場合文学の中では決して人前に出すことのない私の中にある滑稽さ、哀れさ、臆病さなどの秘密を白日のもとに爆らしいてしまいましたと自身の弱みを見せてしまったことを自重しながらこの映画がいわばフィルムによって書かれた私自身の死小説だと辞表している。 小倉真美は、三島が自身と、正反対の役と世界を醸し出すことを望んだにも、かかわらず失敗したことについて、映画の本質に対する3等の誤解と誤算に基づく結果だと解説し、三島の不敵なマスクの面白さと、そのマスクの魅力が動く映画ではさらに発揮されるかと予想していたが、映画の進むにつれて期待が裏切られていったとしている。そして、 劇作家として直感力もあり、脚本を書き演出もする三頭が俳優となると、アクションとセリフの間に何か一ポイントの誤差が伴う演技をし、画面を支えられないほどの感の悪さを見せてしまうことは、皮肉だと、小倉は表して、若尾文子の演技力の高さと三島の大根役者ぶりを比較し、力金で崩れる三島の地義は誠に対照的で、苦労と年老との差を、 図式的に解説される思いがしたとしている。しかし好意的な評価もいくつかあり、三島が知的な作家とは、正反対の資料のないヤクザを、ある意味では講演し、意外な、優しさを合わせ持つ乱暴者という複雑なキャラクターが、醸し出されているという意見もあり、草壁九四郎は、そんな、三島の演技力を、三島文学流の演技と褒めた。いわゆる名士の特別出演と違って、 これは、作家という肩書きを取り去って、三島の持つキャラクターを生かそうという狙い。三島が演ずるのは、朝比奈武雄という薬剤一家の若い二代目、お人よし出来が、弱い、およそこの世界には、不向きな男だが、ヤクザの家に生まれたばかりに、足が抜けないし、またそうしたことに疑問さえ持たない。そんな男を三党が、割とうまく演じている。 セリフもまずく素人っぽいが三等の文体を思わせる演技だ。草壁九四郎、三島文学流の演技、山内祐貴人は作品全体の映画表として、シャープでテンポのいい演出で最後までだれることなく、一気に見せたストーリー展開を褒め、パワフルで緊迫感のある映像によって、ヤクザの二代目親分になった男の引撃を、 シニカルに時にユーモアを交えて描いたと、増村の手腕を公表している。そして映画の中で動くオブジェになるのを望みながらも、なりきれなかった三島が最も輝いていたシーンがラストの死体だったのは皮肉なことだとし、そこがまさに三島が静止したオブジェになった瞬間だったと解説している。井上隆は三島が俳優になってみたい根拠として、 自分の意志を他人に取られてしまったような偽物の行動に非常に魅力を感じると語っていたにもかかわらず実際の俳優体験では考えていたようにはスムーズに演技ができずに様々な誤算を実感していたことに触れながらそれでもその三島の苦闘ぶりと増村監督の演出が不思議に融合的な味を醸し出していることをある意味で評価している実際 カラッカゼ野郎を干渉する人は自分の意志を他人に取られてしまったような偽物の行動をする者としてのオブジェを見るわけではないのであって下手ながら監督の命ずるままに必死で演技をしようとする三島あるいは必死で演技をしてもやはり下手な三刀の仕草や振る舞いが嫌をなく目に飛び込んでくるのである面白いのはそういう三刀の姿によって弱気で知恵も足りない ヤクザの生き様が思いがけなく、リアルに表現されているようにも見えることだ。実のところそれは、増村監督の計算のうちだったかもしれず、この意味では、カラッカゼ野郎は、増村映画の中でも、異色の傑作と言い得るが、たとえ観客の何割かが、そのように考えたとしても、三島本人にとって、映画初主演の体験が深い傷になったことは、拭い去りがたい。井上隆 三島映画の世界、増村康造と三島幸男は東京帝国大学法学部の同期生で、1944年に法学部25番教室で初めて出会った。特に親しい交友関係はないが、顔見知りであった。増村と三島が初めて言葉を交わしたのは、戦争末期の1945年5月から、勤労動員された神奈川県鉱山軍大との海軍。 講座交渉の寮においてだった。私が三島さんと初めて会ったのは昭和19年10月東大法学部25番教室の中であった。太平洋戦争が終わる前の年で二人とも一年生だったが、三島さんはいつも教室の最前列に座り、熱心に講義のノートを取る勤勉で明るい大学生だった。彼と初めて話したのは、 勤労動員で陸軍のために毎日ど掘りりをやらされた翌年の5月、神奈川の掘り立ての丸田小屋の中だった。すでに小説家として知られていた三島さんは明るく熱心に英国の詩人キーツなどを話題にして私たちと快活に真剣に話し合った。その丸田小屋から出生した私は終戦後再び大学に戻ったが選んだ科目やコースが違ったためか、 三島さんと会うことも話すこともなかった。増村安蔵三,三島幸夫さんのこと三島と疎遠になってしまった戦後は、増村は大学卒業後に大英二助監督として入社し、再び東大の哲学科に入学した。また、イタリア国立映画実験センターに留学するなど、勉強熱心で、理論派系、芸術家派だ。 職人気質でもあり、溝口賢治や市川昆に指示した後、1957年に監督に昇進となった。増村と三島は約15年ぶりにカラッカゼ野郎の撮影前に大英玉川撮影所で再開した。顔見知りの二人が映画の打ち合わせをし、三島がスチールの撮影に応じている時は、増村の三島への厳しい仕し事が始まるとは、 スタッフも予想できなかった。撮影現場での過剰な参頭へのしごきは、会社の企画に対する不満の現れか、あるいは三島への対抗意識か、等とう,とうという噂が流れた。増村監督があんまり厳しくビシビシやるので、三島さんとの間にいろいろまずい感情の衝突やトラブルがあったのではないか、というような噂だが、私をして言わしめれば、 マスムラがどこか無意識のうちに自分は監督だぞという意識を持ってエキサイトしておったのではなかろうか。普通の単なる学生とかどこかのサラリーマンを引っ張ってきたということなら彼もエキサイトしないのだが相手が大学の同級の三島由紀をしかも今をときめく分断の記載だということが彼自身の頭から抜けなかったのだろう。それが言動の上にも現れた。 長田正一、俳優、三島由紀世論、市川今は脇役に使うなら、ともかく、三島さんの主役作品を引き受けるなんて、随分、粗俗歌手と増村に言ったが、他の人がやるよりは、僕の方が、三島さんを生かせると思った。その意味で、僕が、一番三島さんを大切にしていると言えるんじゃないか、と、増村は自負していた。映画が完成し、増村が、 大田区の孫目東の三島邸に招待された際、三島の父、死から下手な役者をあそこまできちんと使っていただいてと礼を言われた。三島に怪我をさせて申し訳ないと思っていたのに逆に、礼を言われた増村は藤井広明との帰り道で、明治生まれの男は偉いと死を褒めていたという。三島の死後、増村は空っ風野郎での三島の奮闘ぶりを振り返り、 どんなにしごかれても、反日テストを繰り返されても、三島さんは、不平一つ言わず、何の反抗も示さず、黙々と羊のように従順に、テストをやり続けたと敬服し、大部屋の早く俳優なら、ともかく、一流の流行作家が私に何度も怒鳴られながら、一心になって一月間芝居をやり抜いたのであると、三島の根性を称えた。その三島さんを見ていて、 私は、なんと誠実で、真剣で、明るい人だろうと思った。カラッカゼ野郎を取り終わって、三島さんの家に招かれて話した時も、バーに飲みに行った時も、この三島さんの態度は全く変わらなかった。若い大学生のように快活で、素直で、真面目だった。増村ムラ・三島・幸男さんのこと増村は、三島の死の2年後に、音楽を映画化し、 三島の描いた難しいテーマを映像化することに挑んだ。若尾ふみ子と三島幸男の初めての接点は三島原作の映画長すぎた春で若尾がヒロインの百子個役になった時であった。三島は個人的に若尾のような可愛いぽちゃぽちゃとした顔の愛くるしいタイプが好みであった。1957年4月に初めて長すぎた春の撮影が行われている。 大栄玉川撮影所を訪れ、若尾らの演技を見学した三島は、脚本担当の白坂義雄に、なんだかドキドキして、昨夜は眠れなかったよと言っていたという。桃子を演じた若尾について三党は、まさに小説の要求するヒロインの姿そのものズパリ、脱たと喜んだ。長すぎた春の撮影が、クランクアップした後、三島と若尾を中心にした、座談会が開かれた。 三島は、当時まだ独身で、正田道子とお見合いをしていたという噂もあり、花嫁を探していた時期であった。座談会の中で三島は何気なく、若尾に、若尾さんはどうだい、全然生活のかけ離れた人が好きになるということは、ないだろうねと尋ねて、探りを入れていた。カラカ野郎の主演をすることになった三島は、長田正一社長の提示した、大英の看板女優らから、 迷うことなくすぐさま、若尾ふみ子を選んだ。三島にとっては、好きな女優と恋人同士になるのだから、こんなありがたいことはないことであった。撮影に入り、増村監督にいびられながらも三島は、水谷義江との塗り場を取り終えると、翌日には若尾を襲うシーンが待っていた。明日は、若尾とベッドシーンだぞ。と、三島は妙にテンション高く興奮していたという。 そんなミーハー的なファン意識や自分の演技で手いっぱいだった三島も少し余裕ができると共演者の演技を鑑賞するようになり氷いちごみたいな味覚のような甘い居心地良さの可愛らしい若尾が見せる思わぬ演技力の本領を目の当たりにして女優としての若尾の技量に感服した私はこの撮影中初めて若尾ふみ子という女優は ただものではないという発見をしたのである。今でも忘れられないのは、この映画のクライマックスで、強がりの弱虫役ザの私に散々調着された後の彼女が、それでもお腹の子は下ろさないと頑張り、女の一年を見せるところの演技であった。役柄の要求するすべての感情を投げ込み、充実させて、しかも、その間の3段階の様式的変化をリアルに溶け込ませて、 ちゃんとした山場を盛り上げてゆく演技の感の良さ、自然さ、力強さは全く見事なもので、私はこれを見ているうちに私の役柄において100%彼女に惚れ込むのを感じたのである。三島由紀夫、若尾文子さん撮影の合間、三島は若尾に自分の次の小説、お嬢さんの構想を話した。お嬢さんは長すぎた春と同様に、 ヒロインの結婚をテーマにしたエンタメ作品で、長すぎた春の後日談的な様相もあった。若尾が、私、霞の役をやりたいわというと、それでは、若尾ちゃんに映画化権をあげましょうと、三島は決めた。カラッカゼ野郎が公開されてヒットした後、若尾は、三島から、共演の記念にとして、高価なロココ調の椅子とテーブル、銀の食材を贈られた。 その年1960年の11月から、三島は、陽子夫人と共に、アメリカやヨーロッパ、中東や香港を巡る周遊旅行に旅立ったが、その出発の直前に、若尾に電話をかけ、アメリカに行くんだけど、その前に、若尾ちゃんとご飯が食べたいと誘った。若尾は、三島と一緒に、港区芝公園の増上寺の前にあるフランス料理、レストラン、ラクレッセントで夕食を食べ、 赤坂のナイトクラブでダンスを踊った。三島のダンスは、あまり上手ではなく強引にリードし、若尾も固くなっていたせいか、少し踊りにくかったと、若尾は回想している。そして、三島は、若尾ちゃんと、ダンスを踊って、ご飯食べたから、これで、僕も心置きなく、アメリカへ行けるよと、じっと、若尾を見つめながら行った後に、例のごとく、ワっハっハと、いつもの交渉をした。 若尾は、その後1964年に、三島原作の映画、獣の戯れでヒロインを演じたものの、直に三島と顔を合わせる機会はなく、赤坂のナイトクラブでの三島の交渉が若尾に、とっての三島とあった最後の姿であった。1970年11月25日の、三島事件での三島受決のニュースを知った若尾は、昼食どころで亡くなり、ショックで寝込んでしまった。 そして、若尾は、三島がかつて自分に捧げたオマージュの文章を読み返した。人はどうしても、その氷いちごみたいな味覚に勝てないのである。このために、彼女の人気は継続したが、同時に演技を認められるためには、随分マイナスになったと思う。俳優は、自分の顔と戦はなければならない。その顔が、世間から愛されば愛されるほど、 その顔と戦はなければならない。若尾ふみ子はそれと戦って立派に勝つた。映画界という厳しい世界で雑草のような生活力を持つことは生きるための最初の条件だが、これからの彼女には豊かな、純粋のある、おほらかな世界が開けてこなければならぬ。人間同士の醜い競争などに心を反はされない世界が、三島由紀を 若尾ふみさん、三島の死後、若尾は1988年10月に、日生劇場の舞台で、三島の2曲、六名間のヒロイン調子を演じた。三島没後35年の2005年には映画、春の雪で、月、おさむじ門関を演じた。若尾にとって18年ぶりの映画出演だった。この映画を企画した、藤井弘明は、この役は若尾しかないと決めていた。 映画が公開されると、三島は浅草の映画館に出向き、もぎりばかりの女の子に愛想を言ってさりげなく客の反応を聞き出したり、新宿の映画館ではメーターをやっていたが、三島はそれを信用できず自分でやらないと気が済まなくなり、入り口で自ら客の入りを勘定したりしていた。さらに、五反田の映画館には家族一等をぞろぞろと引き連れて行ったため、三島に気づいた。 支配人が特別待遇で招き入れようとしたが、自前で人数分の切符をわざわざ勝手に入場していた。周囲の友人らはしまいには何回見れば気が済むのだろうと呆れていた。評論家たちから下手な演技だと酷評される嵐の中、三島は草壁九四郎の高評価をとても喜び、それ以来映画評論家の中では草壁が最高だと友人の講談社の編集者、 川島勝サなど周囲に触れ回り、大変な気の入れようだったという。草壁九四郎と三島はそれまで一面識もなかったが、とある回で、その後三島と出会って紹介されたとき、いやあなたには感謝してますよ。何しろ僕の演技を評価してくださったのはあなた一人でしたからね、と言われて恐縮し、照れてしまったという。それをきっかけに、草壁は三島と親しくなり、 草壁がプロデュースした映画の上映会を3頭は、知人の石川六郎邸で私的に開いている。初めての映画主演の経験により、三島は同年の11月に短編小説、スターを雑誌、群像に発表している。この小説は現場で感じた映画撮影の逆説的技術の面白さから着想されたもので、実際の映画現場を具体的に描いたものではなく、 映画スターという存在についての一種の観念小説となっている。ありがとうございます。